テクノロジーがかなり発達した今日、科学があればあらゆる自然現象を説明できると思えるかもしれません。しかしそうではないのです。いくつかの事象は専門家を悩ませ、エキゾチックな理論を構築させています。さて、どんなものがあるでしょうか。ヘスダレンライトはノルウェー中部のヘスダレンバレーで観察できる不思議な現象です。この谷の上空では非常に珍しい光が頻繁に見られます。それらは主に夜に現れ、光は通常白いですが時折黄色や赤っぽくなったりします。色が変わる原因は誰にも分かりません。さらにこれらの光は動くこともできます。その光はある瞬間は微動だにせず空に浮かんでおり、かと思えば次の瞬間には雷のような速さで移動することがあります。彼らの出現場所は決まっておらず、時間も予測することはできません。1980年代以降さまざまな研究が行われましたが、科学者たちはまだこの現象と奇妙な光の行動について説明できずにいます。サーディンランは5月から7月まで続きます。この期間中、何百万ものイワシが南アフリカの東海岸を北上します。その時期の海中の大乱闘を想像してみてください。水温が21度以下に下がると移動が始まると考えられています。霧の御岳というキノコは日本とテキサスにだけ存在しますが、それが科学者を非常に混乱させています。なぜこの2カ所だけなのでしょう。確かにいずれも同じ緯度に位置していますが、この場所だけが特別ということはありませんし、お互いに遠く離れています。専門家たちは2004年の DNA 分析の後、2つの集団がおよそ1900万年前に2つの系統に分かれた可能性を示唆しました。中央フローレス島には高さ3000フィートのケリムトゥという火山があります。麓には小さな町があり、この地域を観光したい人は必ずここに滞在するでしょう。周辺には老人の湖、若者と乙女の湖、魔法の湖として知られる3つの湖があります。これらの湖はどうして多くの人を引きつけるのでしょうか。それはどういうわけか、この湖が色を変えるためです。古代の伝説によると、湖は人間の魂が最後に住むところとされ、魂はその振る舞いによって異なる湖に宿ると言われています。現時点では色が変わる原因を見つけるための科学的な研究はまだ誰も行っていません。しかし理論家たちはそれが水中の火山活動によるものと推測しています。火山が湖の表面に鉱物を押し出し、その要素によって湖が血のような赤、鮮やかなターコイズ、またはオリーブグリーンに変わっているのかもしれません。非常に興味深いことに、3つの湖は同時に同じ色にはならないのです。この現象は世界のどこにおいても観察されていません。水の沸騰を知らせるために夜間が発する鬱陶しい音を聞いたことがある人なら、ホイッスルがどんな音か想像できるでしょう。他の奇妙な音ほどは恐ろしくありませんが、この音は非常に捉えどころがなく神秘的であることに変わりありません。1997年ホイッスルを拾うことができたのはただ一つの水中マイクだけです。当時の研究者たちは音の正確な発信地を特定できませんでした。この珍しい音は海底火山の一つが噴火したことによるものだと考えられていますが、やはり十分な証拠はありません。バミューダトライアングルの謎に驚かない人はいないでしょう。しかし同じくらい危険で有名ではない別のトライアングルが存在することは知っているでしょうか。ドラゴンズトライアングル、またはデビルズシーは日本とボニン諸島の間に位置しています。それはフィリピン海の大部分も含んでいるため、太平洋バミューダトライアングルとも呼ばれています。驚くべきことにデビルズシーはバミューダトライアングルの真逆の場所に位置しています。ここでは北大西洋のトライアングルに近い頻度で船や飛行機が消える傾向にあります。また人々は開けた海に幽霊船が見えたと報告しています。科学者たちは船や航空機が消える現象の論理的な理由を提供していますが、多くの人はまだドラゴンズトライアングルの頂上現象を信じています。後にアップスイープと呼ばれる奇妙な音が1991年に初めて太平洋で記録されました。この音の最も異常な点は常に変化していることです。高周波から低周波へ、そして再び高周波に変わり、春と秋は冬と夏よりはっきり聞こえます。この音は海底から海面へと伝わります。科学者たちはこの現象について、海底火山活動がアップスイープを引き起こしているという仮説を捉えています。熱い溶岩が非常に冷たい海水に流れ込むと理論上このような音が生じます。
しかし彼らはまだこの理論を確認する証拠を見つけていません。バルト海とクルシュー砂州を分けるクルシュー型には地球上で最も奇妙な場所の一つがあります。地元の人々はこのエリアを踊る森と呼んでいます。なぜならこの森の松の木が驚くほど異常な形をしており、それらは地面に沿って螺旋や円を描いて曲がりくねって生えています。これがなぜ起こるのかについてはいくつか仮説があります。一部の人はこの地点でかつて膨大な量のポジティブエネルギーとネガティブエネルギーがぶつかったためだと主張しており、より現実的な人は地質学的なものが原因だと信じています。この地域の砂状の土壌は不安定すぎてまっすぐ育つ木を保つことができません。最も支持されているのは海から吹く強風が木の形に影響しているという考え方です。いずれにせよ専門家たちはまだ結論に至っていません。パトムスキークレーターは完璧な形をした山と言われています。25階建てのビルよりも大きく、刈り取られた頂上を持つこの山は森の中心にあり、非常に見応えがあります。実際にクレーターの形はとても珍しいものです。クレーターには約12メートルの高さの丸い内部ドームがあります。一見この形成物は火山のように見えますが、詳しく見るとそうではないと気づくかもしれません。コーンの中心にあるドームは火山にとって極めて珍しいものです。さらにこの地域には何百万年もの間火山は存在しておらず、クレーターの年齢は約250年と推定されています。科学者はこれまでここまで奇妙なクレーターを見たことがありませんでした。またその形の理由を説明する理論が存在しないという事実がこの地をより神秘的にさせています。それだけではありません。研究者たちがクレーター近くの木の年輪を分析した結果、木々が異常に早く成長した期間が40年間続き、その後通常のスピードに戻ったことを発見しました。またクレーター近くの放射線レベルは周辺地域より高く、この事実に対する説明は誰も持ち合わせていません。さらにこの恐ろしい地層には何も生えません。おそらくクレーターが常に揺れ動く習性を持っているからでしょう。それは何らかの不可解な力に影響され隆起したり陥没しているのです。地元の人々はそこに何か邪悪なものがいると信じています。アマゾン雨林を探索中、研究者たちは巨大な地上絵を発見しました。それは地面に刻まれた幾何学的な地上絵です。溝は最大で幅11メートル、深さ4メートルにも及びます。それぞれ異なる時期に作られましたが、大部分は1世紀から15世紀の間です。ボリビアとブラジルの北部には450以上の地上絵が存在します。最古のものは約3000年前に作られた可能性があり、巨大なものは集会や討論の場として使われていたと思われます。しかし科学者たちはまだ十分な証拠を見つけられていません。